こんばんは。ハート、お疲れ、ありがとう。なんか今日顔がずっとむくんでるんですよね。雪だるま可愛い、ありがとうございます。こんばんは。前髪伸びた、伸びちゃいました、切らなきゃ。ラブレター、結婚して、クマありがとう。調子はどう？咳ですか？変わらずなんですけどね。結婚してありがとう。ハートもありがとう。メリークリスマス。ママありがとう。公園出られそうか？どうしても出たい。から出る方向です、もちろん。こんばんは。こんばんは、中村舞です。ハートファイト、ありがとうございます。もう大丈夫です。なんかそう、体は大丈夫、気にしないで。今日の服、あのパーカー、パーカーの季節でもさ、私ロングの髪の毛の人にめっちゃ聞きたいんじゃけどさ、パーカー着てさ、こうフードをかぶったらさ、こうなんか毛が全部こっから出てくるんですよ。これなんかしまうかしまわないかの選択肢が、しまった方がいいのか出しといた方がいいのか、ロングヘアの人に聞きたいですね。なんかヒゲみたいにこう、しまう？なんか服、うん、裏肝ですよこれ。じゃじゃーん。ありがとうございます。ごわごわ、うん、ちょっと。雪だるま。首が痒い、え、あるよ。マジ首が痒い問題あるよね。絶対これ。髪が長いパーカーを着る人わかる。ありがとう。ET。確かに。しかもさ、このさ、クリスマスの背景でさ、なんか、月がね、こっちかこっちかわかんないけど、みんなの方に出てるの。わかる？この、なんかクリスマスの背景で月が出てるんですけど。マジ ET。ダー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 そう。ET。ET です。知って
てるの、なんか小学生ぐらいで映画見た気がする。めっちゃさ E.T. の映画めっちゃ泣けるんよ。けど小学生の時にその家族で見て、なんか DVD 借りて見たんかな、見て家で、その時にめっちゃ感動してもう涙うるうるだったのに泣くのがなんか嫌でめっちゃ我慢した思い出がある。隠れて泣いたみたいな。クマありがとう、クミもハートありがとう、感動だよ。昔さユニバにさ E.T. のさアトラクションがあったんだよね。でなんかでも今はねなくなっちゃったんだよね。結構前になくなった気がするけど、ユニバに E.T. のアトラクションがあって乗ってましたね。ちょっとありがとう、あの手紙最後に名前を、そう最後に名前、まあいいみたいな名前呼ばれるんですよ E.T. に。そうなの。かわいい、ありがとう。すいませんね。行きたいな。ありがとう。ユニバ結構乗り物変わるイメージあるわ。なんかスパイダーマンもなくなるみたいな、え、なくなったんかな、分からんけど、スパイダーマン今年いっぱいなんかな、なくなるみたいな。ニバはよくアトラクションの入れ替えがあるイメージあります。こっち見て、すいません。ありがとう、ごめんね。喉に潤い。床で寝るのやめたら治る。いやそうなんよね。いや寝てないに、え、床寝転んどったら出やすいよね。治らん。当分歌を歌ってないですね。そんな中昨日、いやでも本当良かった。うん、
うん、ありがとう。話し会の時席してなかった？あんまり人と人が入れ替わるタイミングのでごほごほしとったかも。なんか我慢はできるんやん、若干ムズムズするけどね。さ、我慢したらさ、なんか笑っとるみたいやけさ、なんか普通に話してるのに笑ってしまったら失礼じゃん、なんかクッカクッカやけんさ。耐えてた。ありがとう。本当にありがとうございます。大きな声出す前に咳してた。ありがとう。全部出し切ってね、一回。そう、声ガラガラだったかも。申し訳ないね。ありがとうございます。でもね、楽しかったですよ。次は大阪かな。1月の20日大阪で会いましょう。大阪からの幕張り。いや、そうなんよ。なんかさ、リリーベが21にあるんよ。で、幕張りであるけさ、大阪からの幕張り。大阪楽しみです。大阪ってあんまり行くことがないので、その、まあ、ツアーとかだったら行くけど、大阪自体にあんま行くことないので楽しみですね。大阪話し会かツアーかかな、大阪って大体。まかりくね、待ってます。お話し会行きたいと思ったらもう完売だ。そう、そうなのか。ありがとうございます。ありがとうございます触ってる。嘘、すいまへん。たまごっちどうなったか。お姉ちゃん、お姉ちゃんに、お姉ちゃんの、なんでお姉ちゃんに聞いたらわかります。
花姉家に聞く。え、まだ多分何々っちになってないんじゃないかな、うん、もうちょっと先じゃない。マイキューのもあると思った。なんかってな、私多分なんかお世話できないもう自分のお世話もままなってないのに、本当にそんなお世話なんてできないよきっとありがとう。お姉ちゃんはね、結構ね、面倒見が良さそうなんで、お世話めっちゃしそうなんですけど。育児放棄してないですよ。わいもお世話無理。ね、大変だよね。また姉貴の人気が上がる。あげとこ、お姉ちゃんの人気お姉ちゃんの人気上がれ。やみありがとう。鼻がピーピー言う鼻が詰まりすぎてさ、鼻が息するためにピーピーって。いやいや、とてもいやいや。出勤さんありがとう。だから甘いです。愛媛県出身。何時までやるか、うん、ちょっと早めに終わります。なんかさ、15分やりましたみたいな通知ってもうなくなったのかな。なんかでんくない最近全然なくない。出たよ。嘘、私最近見てないんかな。出てる。そうな、知らんかった。毎日嘘、毎日出てる。なんか出るよなと思ってたんだけど、さっき出てた。あ、そうなんや。全然気づかんかった。937日だった。おお、937。ねえ、さっきからこのライバーテーマは何ですかみたいな。これ何、ライバーテーマって。ライバーテーマとは何ですか新しい機能がついた。何それ。がっつり出てた。おお表示が増えた。え、なんかテーマ発表しないと。え、何そのテーマ発表って。配信への心意気を言え。ルームの方針？なんそのそのなんか、え？そんな学校みたいだな。私はこういう配信をしますみたいな感じ？
え、それ何、自分が言うなの、それとも書くとこがあるの。書くとこ見当たらんけど。ライバーテーマ教えて。テーマ、本日のテーマはみたいな。私あんまテーマとか関係なく話しとるけさ。分からんぽんじゃけど、そんなのある。旗のところに書く。え、どこに旗があるん。私には見えてない旗がみんなには見えてるのかな。どこにある、どこにあるのかな。うん、テーマで人を呼ぶ。え、じゃあ料理とか書いたら料理を見たい人が来るみたいな感じという感じ。今日アプリ更新しないと出てこないと思う。あ、してないですね。できる限りアップデートしたくない。なんかだから X も本当に割とギリギリまで Twitter だった。抵抗したい。あ、ありがとう。うん、申し訳ないね。風邪じゃないんだけどね。ごめんね。あー、すみません、本当に。終わろうかな。ありがとう、ありがとう。お疲れもありがとう。アイスでも食べて、アイス、アイスの選手権みたいなやってるよね。アイス食べたい。すいません、ちょっと壇上呼ぶね。カズピースさん、浅香さん、みゆさん、はやりんごさん、くまねパパさん、ゆずきちさん、ミッキーさん、きなぺこさん、福太郎さん、ぼんちゃんさん、りょんきゅうさん、ここさん、みやびさん、ありがとうございます。すいませんね、うまくいかずに。ありがとう。木だるまもありがとう。ありがとうございました。鼻がピューピュー言う。お疲れ様、ありがとう。ありがとう、ゆき、ありがとう。皆さん、ゆっくり休んでね。
じゃあね。